諸詞山ロープウェイロープウェイのゴンドラ内から見た、姫路市市街地ゴンドラより見た、山麓駅姫路市 A バス時代新規バス移管後諸詞山、ロープウェイは、兵庫県姫路市が運行している作動である。諸詞山城の名刹、延京寺付近と山麓を結んでいる。姫路市観光交流推進室による運営であるが、指定管理者制度の導入により、運営業務、施設管理は、 新規バスが行っている。かつては、原施設の北側に並行して、安全作動性三線構想式ロープウェイが存在し、半期を更新しつつ運行されていたが、老朽化という総力の不足などから1992年に、原施設に代替された。三代目のゴンドラは白、丸姫と勘弁く君のそれぞれラッピングを施した2機が稼働していた。 2018年3月にワイドな司会の客車に更新された。2台のゴンドラはかつては、そよ風、さち風と名付けられていた。三6駅三乗駅年間乗車辞任の変遷は、下記の通り。現在ロープウェイに使用されているケーブルの見本。ありがとうございます。